なんかカップルみたいって、私すごいドキドキしたの。韓国人男性のセンスや。へえ、でもなんかそういうちっちゃいことをナムジャが気をしてるっていうのがなんか不思議な感じがする。クーキーヒマサヤブ、あらましよ、クーキーカフェクックリコインだ、キムギョンシクミダ。はーわん、最近ドラマが多かったじゃないですか、うん、もうちょっとベスト女優賞すぎて、こんなになんか当てくれて嬉しいです。ネイルブンクリコだ、おおモラカノ、おお、次のドラマも楽しみにしてます。サインお願いします。サイン、はい、NHK です。오늘한번이야기를해볼주제무엇입니까？선물이에요。아이오프카이しましたよ。その時も何を彼女にプレゼントしたらいいかなとか、ライブする時も何プレゼントしたらいいですかっていうのは韓国のナムジャから多かったね。これですって話したら彼がチゲに聞いて、あ本当に喜びました、ありがとうございます、そんなにしてましたから、クリコのセンスがいいと思います。そんなセンスはどこから聞いたの？ベリエよ。배구모으나자어떻게톡스시더라그리고스파이크빵시도민나가아이거아이거다시다시해야지다시자、네、こんな先生はどこから来ますか？할아버지예요。그후기희日本人彼女が喜ぶ韓国人彼氏からのプレゼント予想だけしてよ。 OK 어어자야네김경식そんなの大丈夫です。もう顔が急にそんなの大丈夫です。めっちゃ面白いね、楽しいな。今2年とどれぐらい？ 8 ヶ月ぐらい？まだないよ。え？2年ちょっとですけど、いろいろプレゼントをもらってきました。リッキー？リッキー、急にリッキー。私が考える嬉しいソンブル、ね、ペアグッズ。ああ日本人そんなにペアルックとかしないし、パンチ、うん、とかはするけど、うん、そんなにしないから、私一つ一つがすごい新鮮だと思う。最初にチャミのお母さんお父さんからもらったのがペリンじゃない、うん、ペリン来た時になんかカップルみたいって思ってすごいドキドキしたの、うん、その後にその時の予編で2代目ですけど、スマートフォンケース、シンバルの1個、あとゲップのボットガムも1個、それ今もペアのものは瞬間瞬間で買いますじゃない、うん、それがすごい嬉しい。そろそろリングとかも欲しいな。リングいいよ。そんなエロい意味じゃなくて。なんで？あ、エロいじゃないね。リングな。違う違う。確かにエロいね。結婚とかじゃなくてって言いたかった。エロいや。これ買ったら？知らん知らん。当てにしたい。違う、結婚とかじゃなくてって言いたい。当てにしたい。プロポーズとかじゃなくてって言いたかった。限定も。아리미트가있어요。여자는리미트가있는ものが되게좋아요。아그렇습니까？되게좋다。크리스마스限定의코스메세트。아자기엄마님とか이모가저한테선물했잖아요。스킨케어세트에토이스토리의キャラクター있잖아요。そんなのが欲しい。だってネットでもないじゃん。クリスマスだけの色とか。日本人が日本のコスメでも欲しいし、여자는限定に弱いから。でもそれならそんなトイストリー限定とかは日本ではないやん。あるあるあるけど韓国のものが欲しい。だからそれを韓国の男女が買ってくれたら嬉しいし。今のこれがこの前 YouTube ライブで彼が質問して、クリコはこれ答えて彼が喜びましたことね。これ本当ね。これエビデンスがありますね。じゃあそれなら金경식はどんな限定？手盛り。あこれでもこれどうやってあげるの？え面白かったこれ。いやー今日金陽師が結局一つしました。神様ありがとうございます。あもう痛すぎるな。クリコそしてこれちょっと可愛いじゃなくて、モギモギモギ、あモギよかった、ありがとう。花ってもうただの花じゃない。ちょっと整形した花。神様ありがとうございます。2番目成功しました、ありがとうございます。なんか私ね、神様ありがとうございます。3回もういいです。私ね、高すぎる花は好きじゃないや。それ一番最初あげた花はちょっと小さい花だった。うん、そう、私があこれ好きって言ったのを覚えてて、今はガーベラが好きなんですけど、なんかガーベラの花が入ってるのをできるだけチョイスしてるんですよ。彼女が好きな花とかを覚えてて、それは私だけじゃなくて韓国人男性みんな全部同じやん。本当？韓国人男性のセンスや。へえ、でもなんかそういうちっちゃいことをナムジャが気をしてるっていうのがなんか不思議な感じがする。花をあげるだけでもハードルが高いのに、ちゃんとセンスがいいものをあげるじゃん。わあ、飲み優しいだな。気をつけてることある？花を買うときに。花屋さんにいて、花束お願いしますですけど、私が考えてこれここがちょっと可愛いなと思ったもん。これこれこれいいと他のは
何でもいいです。クルクにあげたらクルクがなんか他のものおばあちゃんにこれ飲む可愛いのするならこれに覚えますよ。あ、一つもってあります。なんだって結構日本人特にだけど花ってどうせ死ぬじゃん、だからなんかもったいないし、うん、どうせバイバイするからあげても何日かしか持たないっていう色じゃぬその一瞬がめっちゃ好きじゃん。ドライフラワーにする人いるけどそのために瓶とかも買ったりして、うん、それ楽しいやん、ほんと楽しい、うん、なくなってしまうからじゃなくってどんなプレゼントにも花があったら嬉しい。カレンダーは私たちの写真を1年間のカレンダーにしていつでも飾っとけるように、遠距離の時にカレンダーがありますから勝ちねー。うーん、私もそれが初めて作りましたんで3ヶ月付き合ってですけど2回会いましたじゃん。それであんまり記憶はないですけど写真見たらどうも一つ一つが大切じゃん。ここここビートボックス地下鉄になったあ、ここ行ったよねとか、うん、そんな考えができるから。え、でも眠かった眠かったじゃないか。ちょっと最初ちょっと泣く演技しますやじゃん。で急にあ、面白くないな。遠距離恋愛だからカレンダー毎日見るじゃん。めんなるぼよよぱよぱよ、これがぱよならばこれが、これはじゃよこれはぼこよこれも意味がない。カレンダーはいいと思う、遠距離する人。カレンダー作ろう。そんなアプリがいいですよ、写真。あ、これ知りません、そんなの分かんない。ユーモンドありますけど私そんな知識がないでした。私も知らないでしたんであげたい心だけで探しました。キャラクターも、でもすみません、これはなんかクリコだけのじゃない、なんかクリコの性格じゃないや。多分私が人よりも人形とかキャラクターは本当に好きは好きです。チャギがこんなポロロとかアピチネン、チャギの家族か、私は韓国のでもキャラクターって可愛いよ。ちょっとリアリティがあるじゃん。ちょっとそこのコンとかコン、これポロロチングやよ、ポロロチングで、なかなかこの毛とかも人やでもなんかカカオフレンズの人気があるじゃない、うん、人形好きとかじゃなくても、うん、カカオフレンズは好きと思います、うん、私のイメージで。最初私たちは英語も多かったけど、うんうん、その時韓国語に自信もなかったから恥ずかしくて。でもクリコも結局見たら金明氏が日本語変ににかクリコが見て、あいごなんで変な日本語こんなに書きました、そんな考えや。何でしょう、あいごこんなに知らないんですけど私のため、あいごかわいいな、そんな考えでしょ。同じ意味だ。最初翻訳を先輩にお願いしようとしたら、うん、先輩がそれって私の翻訳だからあなたの気持ちをなんかデフォルメ しちゃうから本当にちゃんとあなたが書いてみて間違ってても可愛いなクニャンして、うんうんうん、どうしてもわからないものだけ直すからって言われた時に確かになって思う。それってすごいいいじゃん、自分の言葉で伝えないといけない、うん、最初全部記号だと思ってたからさ、この円みたいな、うんうん、パッのピュー、うん、それもなんかミックスしたりとかしてたよね。同じ国の人ですけど手紙が好きで好きみたい。そんぐらいじゃないですけど、うん、クニャンハグ、そんぐらい渡す時とかにチャギヌン 100% ハグしてくれますよ、うん、記念日イベントあげながらハグしますよね、うん、それもそんぐらいかなと思います。いくらですか、ペイペイ大丈夫ですか。ペイペイアンデア、もうすごい言葉じゃみたいな。なんでなんか想像ができないでした今ホグ。あ、もうそろそろなんかもう食べ物とかそんなかな、もうチャミスルとかかなと思いましたけど、ホグ。わー、外国人とか韓国人とみたいねって最近思いましたけど、金魚人スタイルかな、みんなもそうかな。ケースバイケースで私がホグを好きな理由になるんじゃない、うん、金魚人のハットとクリックのハットが一番近いじゃん、その時。うん、勝ってたマジでやっべ、はぁ、確かに2年ぐらい付き合ってると、うん、その分何しようってお互いに大変な時。そうね、そして特に私たちは今同棲するから遠距離恋愛する時よりは確かに少ないや少ないね。結局心や。クリコの話を聞いてなんかちょっとびっくりしましたことが、今日のトピック話した時もなんかちょっと、あ、日本語何か知らないんですけど、うん、物理的なことをちょっと話すかなと思ったんですけど、なんか、でも全部心とか愛についてのものたちでしたから、いやーちょっとこれはちょっと逆にショックで。ペアグッズだってさ、グッチである必要はないじゃない。グッチ、まあ、そう、え、グッチお金があったらもちろん欲しいけど、それでも嬉しいって思えるから。それ結局一番大切なものは愛でした。ハエでした、ハエでした。こんなにかこちらあげますけど愛な心がないなら必要ないわ。花をあげては
手紙をあげても愛するの心があったらグッチスニーカーズよりいいですよね。うん、私グッチスニーカーズがもっといいです。これこの2행시で終わると思います。선물로2행시를가보도록하겠습니다。じゃあ갑니다。손손가락이손가락이슬퍼요물물아니라パンチ欲しいです。ああ